こんにちは、アザスです。お久しぶりです。久しぶりの実写動画ですね。皆さん、どうですか？息吹き返してますか？僕はもうめちゃめちゃハイパーハイテンションではないですけど、元気です。お世話になっております。明日、リールズリーグ第1節が追っ始めようとしてますな。正直、内心的にはめちゃめちゃワクワクドキドキしてます。今日はみんなとね、練習させていただいて、試合の調整をしたぐらい、このリールズリーグにかける思いはめちゃめちゃみなずありますわ。なので、ぜひとも皆さん、この明日西が丘競技場で、我々一同お待ちしております。というお知らせも、もちろん皆様にお伝えしたかった所存ではあるんですけれども、ちょっとそれよりも、ちょっと99.9%そこメインじゃなくて、今僕が持ってる心境とか、ちょっと皆様にお伝えできればなと思って、カメラを回させていただいております。大きく挙げて2つあるっす。1つ目はね、改めて感謝を皆様に伝えたいです。2つ目は、私の夢を最後に語らさせていただければ、もう何不自由ない動画となります。よろしくお願いします。まず最初のトピック、改めて感謝を伝えたいっていうのをですね、思い返すとね、この今のウィナーズになる前に、今の幸次郎とリベンジャーズのカズとルチョと、もう一人今社会人で働いてるウータっていうね、5人組でね、ウィナーズやらさせていただいたんですわ。まあ、その時はさ、バレーボールマシーンでトラップできるまで帰れませんみたいな、そういうエンタメ的な企画をやらさせてもらってたんですけれども、ちょっとね、再生数とかね、反響が鳴かず問わずでね、どうにかせなあかんというところで、じゃあ実際にサッカーやってみようぜってなったのが、青森山田と試合させていただいたっていうのがきっかけになるっすね。で、そこから、今日に至るまで、ウィナーズがこんだけ続くとはね、ちょっと正直、思ってなかったんですよね。最初の頃は青森山田で単発で企画終わっちゃうんじゃねえかなってのはちょっと思ってたし、那須さん監督続けてくれるかなってのもね、思ってたんだけれども、もうありがたくさ、那須さんが今日に至るまでずっとね、僕たちを監督してくれてさ、チームのためにも、もう昨日なんてさ、夜にさ、じゃあちょっと一回みんなで作戦会議しようぜって、ズームでオンライン会議ね、組んでくれたぐらいさ、もう那須さんも気合い入れてくださってるし、いろんな方のね、お力添えのおかげでウィナーズが続けられてるっていうところに、非常にまずは感謝を申し上げたいと思っております。よろしく、ありがとうございます。次はね、このウィナーズを支えている同じ職場フレンズのみんなにもね、改めて感謝を伝えたいです。もう僕がね、到底できない進行業務とかさ、もうチャンネルの運営なんてさ、もう俺は絶対できないのよ。もう無理なのよ。もう一回やったことがあるんだけど、その過去にね、やったことあるんだけど、ちょっと、雑草お前無理じゃねっていうところが、そういう事件をね、勃発させてしまったっていうところが、背景にありますんで、ちょっと俺じゃ手に負えないことをね、進行業務させて、勤めていただいている方々に皆さん本当にありがとうございます。そしてウィナーズの、メンバーのみんなにも改めて感謝を伝えたいです。ウィナーズっていうサッカーチーム作りたいんですけど、メンバーになってくれませんかって、交渉して快く引き受けてくれた今のみんなにマジで、感謝です。ほんまに今まで今日まで続けてくれてありがとうございます。で、何にもさ、そのインフルエンス力とかさ、何もなかった僕らをさ、ザス一緒にサッカーしようよってさ、企画一緒にちょっとついてきてよって、出てくれよってさ、誘ってくれた、もうほんまにありがとうございます。もうマジで、みんなのおかげで今の僕がありますわ。そして最後にはね、このウィナーズをもう今日までずっと見てくれて、応援してるぜっていうファンの皆さんも、ほんまにご視聴していただき誠にありがとうございます。もうみんながおらんかったら、このね、今のウィナーズも、どこかで解体されてたと思うし、ありがたいコメントを知った激励のおかげで、ウィナーズのね、どんどん規模が大きくなっていって、反響も大きくなっていって、ジャパンオールスターまで、あんなプロサッカー選手と一緒にね、さっき日産スタジアム、味の素スタジアムに僕らを立たせてくれたってのは、ほんまに皆様のご視聴があってのことなんですよ。他のね、みんなみたいにさ、インフルエンス力とかさ、全然ねえんだけどさ、自分の個人チャンネルもさ、約2.5万人登録してくださってるし、インスタも1.6万人、もうありがたいことな、なんで俺なんかをフォローしてくれてんのっていうぐらいにさ、ね、見てくださってる方々もいてさ、ちょっとずつさ、フォロワーとか登録者が増えるごとに、自分の励みにもなるからさ、ほんまにありがとうございます。
長々とね、僕の一人語りもね、その、ちょっとね、辛いと思いますので、もう最後の話題に行こうと思いますわ。最後のトピックはね、僕の夢をね、お話しさせていただいて、この動画をフィニッシュしたいと思います。こんなね、私にでもね、街中でさ、あ、もしかしたらおざっすってね、声をかけてくださる、ウィナーズのファンの方々がくれたり、さ、写真撮ってくださいってね、いい、俺が逆に撮ってあげるよっていうぐらいにさ、なんかすごい、ありがたくね、お声をかけさせていただくことがあって、ありがとうございます。いつもお世話になっておりますっていうぐらいで、もうぜひ撮らさせてくださいっていうね、感じで、写真を、一緒にパシャリさせていただくんですけれども、まあ、こんな僕でもインフルエンサーという表現を使わさせていただけるのであれば、その僕の中でのその心構えっていうのがありまして、2012年にね、チェルシーが日本に来たことがあるのよ。当時俺は高校生でさ、チェルシーが来るの、じゃあもうこれ出待ちせな、やばいよねっていうぐらい友達と一緒にさ、行ったの、横浜に。出待ちできたの。その時のね、ちょっと忘れられない光景が、あってさ、その光景がね、実際に動画に収めてるんで、ご覧いただけないでしょうか。僕がさ、手元で回させてもらってるんだけどさ、横浜だったよね、これね。で、選手のバスがさ、現場着いて、続々と関係者がバーって降りてくるので、さ、もう周りにはもうすげえさ、ねーとかさ、選手名叫んでるファンの方々が、一緒に、ごちゃごちゃになってたのよ。で、チェフ来るでしょ？そう。あ、チェフだーなんて。そう。チェフもいた時なのよ。で、降りてきたのが、ルーカス・ピアソンとオスカルが、うわーって、おわーって、お、やばいやばい、オスカルも、もうね、やばかったもんな、な。で、ランパードもいる、そう、ランパードもいるし、アザールも、お、そう、アザール、もうこの時アザール、もう全盛期よ。もう超全盛期アザール。で、ここで、とある大スター選手がさ、神対応をするのよ。フェルナンド・トーレスがさ、もう自分から歩み寄ってってさ、ファンの人たちにさ、サイン書いてんだよね。いやもうそこにさ、もうめちゃめちゃ感銘を受けちゃってさ、もう、まあ普通だったらね、まあさっさとさ、ね、さっそうと、次の現場にね、移動するのがまあ普通だよなと思ってたんだけど、トーレスはね、違ったね。で、もう一人いんのよ。そう、このダビド・ルイスなんだよ。ダビド・ルイスもさ、最後まで残ってサイン書いてんのよ。俺もそれがさ、もうこの二人超ラブになっちゃってさ、もう大好きなんだよね。写真撮ってくださいとかね、サインくださいって言ってくださることがある時にね、ふとね、あ、そういえば、もういつもね、トーレスとダビド・ルイスのことをね、思い出してね、自分もまあ、インフルエンサーとして表現させていただけるのであれば、心構えとかね、モットーとしてはさ、トーレスとダビド・ルイスを見てた俺が、これ仮にちょっとそういう、ちょっとおこがましいけど、逆の立場として、サインくださいって俺に言ってくださってるのかもしれないとも思って、その当時トーレスとダビド・ルイスを直で見た時にめちゃめちゃ感銘を受けて、もう思い出に残ってるから、もうもしかしたらその相手方もさ、そう思ってくれるかもしれないから、もう実際に俺が体験した体験をね、無限にはできねえだろうと思って、もちろん、まあ、ありがとうございますっていう感じでもうサインさせて、もらうし、写真も撮らさせてもらうし、そういうね、モットーとか心構えを持って、インフルエンサーとして、やらさせていただければなっていうのがね、私の、まず、所存であります。そしてもうちょっと長々くなっちゃったんだけどさ、最後に、夢としては、このね、この動画みたいにさ、ウィナーズがね、でもちょっとかこつけさせてもらうんだけど、そのウィナーズがバスでバーって来た時に、このチェルシーの周りの歓声みたいに、うわーみたいなね、敬語とかね、翔平とかね、なんか、上ちゃんとかね、なんかそういうね、巻き引かとかね、そういう感じでね、もう人がもうごちゃごちゃになっちゃうぐらいにさ、もうサインくれよみたいな、もうそういう光景をね、ウィナーズ、なんかもしね、そういう光景が、そういう反響があるぐらいな、チームになれればなっていうのは私の夢でございますわ。思いとかね、心境とか夢も語らさせていただきつつ、ついに明日は、リーズリーグ第1節を初戦迎えさせていただきます。西ヶ丘フィールドで皆様をお待ちしております。
それでは動画をフィニッシュさせていただきます。失礼します。最後まで動画を見てくださりありがとうございます。こちらがウィナーズの最新の動画となっており、そしてこちらが私の一押しするチャンネルの動画でございます。両チャンネルとも何卒チャンネル登録ご視聴のほどよろしくお願い申し上げます。じゃあのー